はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館の、ゲームコレクター酒館はファミリー隊はアンタッチャブル3回目ですね。アンタッチャブルは映画のねゲーム化なんですけども、今回3回目なんですけど、ちょっとね本当はも2回目でクリアできるかと思ってたんだけど、見積もりが甘くてね。一応映画のゲームなんですが、今回やるのがまずね、駅シーン5の駅、シーン5の駅で、ここで今、馬車をね、ゴールまでちゃんと導くっていうやつなんですよ。ね、銃撃ちまくるゲームなんですけどね。ちょっと前回の続きなので、ちょっともう電源入ってんで、早速プレイします。というわけでね、このままタイトルからコンティニューになると。で、一応もう頭の中でシミュレーションはできてんだけど、操作がうまくいくかは別問題です。ということで、いきなり。いきなりね、いいでしょう。これで、撃って。やべ。いや、違う、ちょ。行っちゃったよ。いやー、ちょっと間に合わねえ。ということで、まずこっちに押す、これ正解。で、ここでちょっと、一応調整は。かー、できれば向こうに持ってきたい。よし。ガーッと間に合わない。ここは難しい。いやー、頭の中のシミュレーションはもう完全クリアなんですけど。あれ、ちょっと待って、ちょっと、それまずいな。いや、それまずいって、ちょっと、まずいっつーの。まずいんだっつーの。いや、でもトップだ。いや、トップなんだけど、まずいんだよ。ということでね、ピン、あれ、間違えた。あれ、全然違う方向打ってる。全然違う方向打ってるよ。やりすぎた。でもいいか。で、これ、ガー降りて。打って、ここ大丈夫か。ちょ。ガーッとやって、あと、こっちどっちだ。ああ、そっち、ああ、向こうか、ここか。ここか。くわ。なるほどね。さすがにそこは今日初めて来たからわかんない。初めてじゃないんで、昔やったことあるんだけど覚えてなかったから。昔はクリアしてるから、いけるはずなんだけど、でも、やっぱ、ね、なんか誰かの YouTube 動画見たとかじゃなくて、自分の経験だけだから、いけてたはずなんだが、ちょっと待って、あれダメか。違う。よし。あれダメ、全部一人も当たってね。一個も弾が当たってね。で、
でビーッといって、ダーッといってダダダダダダッと降りてダダダダダッと降りて若干こんぐらい調子 しといて、あ、もう少しかな。で、こうって、あれどうだったっけ、さっき。こう切って、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ、これでいいんだっけ。あれ、いいんだっけ。あれ、どうなってんだ、これ。こっから、いいのか。クリアでした。ネス駅で赤ん坊を救う。もう文面だけ見たらもうなんかマザー2かマザー2かっていう世界観だよね。ネス駅で、まあこれ詳しいことは映画見てくださいでまたあれだよ、これなんでこんな選択、練習と本番ってあるんだっけ。なんか意味あるんだっけ。あ、新録人質、駅の中でカポネの手下が自分が最後の一人と分かると会計士にピストルを突きつけた。ストーンをうまくコントロールして相手を一発で仕留めなければ証人となる会計士の命はないということでね。で、このシーンに失敗すると前のシーン後に戻ってしまいますということで、今すごいね頑張ったのは戻っちゃまずいんで、ちょっと練習モードでちょっと練習してみましょう。練習むずいぞ。ちょっと待って、また練習、ちょっとまだ練習だからね。あー、むずいな、やっぱ当たんないな。うわ、あれ、ああそういうことか。これむずいぞ練習。ああれで当たんないの何回練習すんだって。わあー、これきついなー。はあ、まだ練習です。あれ、これむずいな。よし、これで本番いきましょう。よっしゃアンタッチャブル証人を捕まえる。さすがにね、あの馬車シーンをもうやるのは辛いで、次一応毎回読めばよかったな。これシーン7、屋上。あ、ちょ、これ殺し屋のボスと対決だ。ボスを追い詰めて屋上から落とせ。なかなかこう落とせ。多分屋上でやっぱね、屋上で落とせっていうとなんかこう告白でもするかって感じなんですけど、まあいいや。シーン7、屋上。証拠はみんな揃って、カポネは裁判にかけられている。殺し屋のボスがまだうろついているぞ。マローンの仇の殺し屋だ。仇を撃つ最後のチャンス。奴は屋上へ逃げた。追いかけて奴と勝負だ。これが最後の射撃場面です。
もし成功すればカポネの組織は終わる。画面中央にはあなたの銃の弾数が表示されています。無駄打ちは命取り。弾込めの作業が必要です。弾がなくなったら、壁に伏せてから A ボタンを押すことで弾を込めることができます。ということで、とりあえずね、これ最終シーンなんでね。てか、もう忘れてんだけどさ。あ、まだ無駄打ちしてる。あれ、もう弾ないのか？あれ？やばい。あれ、弾。これはそうだよな、このあと全部ハイスコアになっちゃうんだよな。これ慎重にちゃんとやっていかないと。ああ、これこのまま1時間いっちゃうかもしれません。ていうか今何分、今まだ10分ぐらい。ここから早く終われば早く終わったでいいんですけど。これどうやんだっけ。あれ、あれ、こっち、あ、ダメージ食らってんの。そうだそうだ。ハイスコアになっちゃうんだよな。何やっても多分全部ハイスコアになっちゃうんだよな。やべ、 A ボタン。あ、どんどん食らってるな。いやー、ちょっと前進しただけでハイスコアになってしまう。補充ができない。これはもうなんか追い詰めてる感あんだけどな。こんな難しかったっけ。よし、あ、体力減ってるな。え、嘘だろ。嘘だろ。そっかそっか、なるべく早く打たないとどんどんやられちゃうんだ。キャーキャー、いやー、これ打たれたらダメージ食らってる？あれ、またやっちまった。全然あれ、なんか当たらないけども、ちょっともう少し他の面のあの弾の打ち方を思い出した方がいいのかな。
嘘だろ嘘だろ嘘だろ。あ、ちょっとちょ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 、あれ弾が弾が、納得いかないな、納得いかないな。多分見てる人がもっと納得いかないと思うけど、あれ嘘だ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 、なんかすごい虚しいハイスコアが続くな。わあ、全然ダメだな。出てきてくれないとさ。あれ、当たんね。当たんね。当たんねえし、当たんねえし、ハイスコアにもならねえし。あれ、なんで当たんねえの？あれ、なんで当たんない？なんで当たんない？あれ、なんで当たんない？なんで当たんない？マジで？よし、ちょっとあれ。いやー、たまどうなんだろうな。あ、出てこないな、辛いな。そっか、そっか。あれ、なんでそっち行っちゃうんだよ。あ、そういうことか。もう少しちょっと考えてやろう。ちょっと弾が足りない、弾が足りない、弾が足りない、弾が
なんとなく分かってきた。分かってきたのか思い出してきたのかは分かんない。ああ、違う違う。とりあえず影に隠れる。あれ？影に隠れる。影に隠れる。なるべく影に隠れる。でもダメージ結構食らってるぞ。もうダメだ、これ。さあ。でもこれでハイスコアになるんだよな。だからちょっとイカ様っぽいけど、いろいろとこう癖をつかんできたっていうのは。ちょっと待って。なんで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 、なんで、でもハイスコアになるというなんと。あれ？ちょっと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 壁際に。多分あそこラストだな。多分あそこラストのはずだな。でもあのハイスコアはなんでハイスコアになったんだろう。ちょっと待って待って待って、あれなんで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 、補充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 。なんで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 、やべ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 。全然当たってね、当たってね。なんで当たんないのかな。やべやべ、食らってる食らってる食らってる。あれ当たんね。あれ。うわあ。止まってる時に当てるのがいいに決まってるじゃないか。ちょっと待って、ちょ補給補給補給。ちょっと補給したいんだって。ここ補給できないんだよな。こういう運もあるよね。いやーちょっと待って、なんでこれがハイスコアなんだ、理由が分かんない。
ちょっと弾の補充をしたい。補充ができない。ここで撃っちゃ補充できないんだな。このこれどう、このまま、あ、これがいけないのか。ここでちゃっちゃと撃たなきゃいけないのか。あ、弾がない。おい、補充補充できないんだよ、あそこだと。なんでハイスコアなのかよくわかんない。わからないけど、これはなんかいつかクリアできるぞっていう感じだね。あれ?よし、そんな簡単にハイスコアが出てたまるかってやつだよね。よし。あ、そういうことか。あいつがあっちに移動するとこっちでっていう。弾の補充。あ、やばい。弾の補充させてくれ。弾の補充をさせてくれ。おし。あれ、ハイスコアじゃないぞ多分。カポネ有罪判決、懲役10年の判決。よし。あれ、時間はまだ30分になってないぞ。ちょっと早すぎたんじゃないか。で、これスタート数どうなんだっけ。あ、終わりか。いやー、僕の見積もりでは2時間だったんですよ。だから前回クリアしてるつもりだったんだけど、夜年並みには勝てなくて、まあさらに30分っていうこの中途半端な時間になってしまいました。はい。でもこれコピーライト見るとやっぱほら、オーシャン・オブ・アメリカ・インク&アルトロン・コーポレーション。これアルトロンはあの日本のパブリッシャーだから、コングラチュレーション・ユー・ハブ・コンプリティド・ザ・アンタッチャブル、ファイナルスコア16620、オールコード&グラフィックスバイスペシャル FX ソフトウェア4、オーシャンオブアメリカインク&アルトロンコーポレーション。まあループしてるよね、もう。ゲームで、どこが最初だ。ゲームデザインコピーライト1991、オーシャン&アメリカインク&どっから始まったこれ。アルトロンコーポレーション、コングラチュレーション、You have completed。 ここからだと考えたらもう一周ぐらいしたところで終わりにしましょうか。はい。でもね、多分クリアするよりもハイスコアの方が高かった気がするんだよね。うん。でもこのままなのか、スタートボタンを押したらこの先に、てかタイトルに戻るか、どっちかなこれ。っていうのも含めて、このコングラチュレーション出たから、ここでじゃあスタートボタンを押しますね。ピッ、あれを A ボタンも B ボタンも関係ないということでね、カポネーって感じですね。まあいいや。はい。ということで、ちょっと早いんですけども、今日はあのどうにかクリアしたということで、いやアンタッチャブルはなんだかんだ言ってこのシューティング面で、今で言うとマウスコントロール的なものをやるときの、あのダッシュボタンというかスピードアップボタンがないので、それがすごいこう難しいんで、なるべくこう毎回センターに戻して、でまた打つみたいなやったりですね、ああいう工夫がないとちょっとクリア難しいかなというゲームっていうことを僕は
少なくとも20年以上前から知ってましたけど、まあ今やるとこうなります。はい、30年以上前かな、そこまでいかないかな、まあ30、まあでも30年とかで93年ぐらいか、まあもうちょっと後かな、うん、僕がまともにプレイしたのは、うん、まあファミコンでも後期だから91年ぐらいのタイトルでしょこれ。まあまあそんな感じで、まあ少なくともね、アクションゲームの中でもクリアできるものが一つでもこうあればいいなというところで、今後もいろいろ挑戦していきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。